はい、こんにちは。札幌占い美容師佐山頭の後藤です。今日も、モデルさんの方を担当させていただきます。今日は、ちょっと癖がさっき少し話を聞いたんですけど、癖毛が気になるということで、そのぐらいしか聞いてないんですけれども、矯正をかけ2年か3年に1回かけてるんですかね。はい。で、結構ここ前髪が気になるんでしたっけ。右側のあ、なるほど、クリンとなっちゃう。で、結構癖がわっと広がってしまって、普段はアイロンをかけてるということですね。はい、ということで、で、下の布の高さはどうするんですか。この布の高さは、はい、すごい痛むので、はい、それをちょっと見てもらえたらなと。わかりました。毛先をじゃあちょっとその枝毛を切って、形はじゃああんまり変えなくても、雰囲気あんまり変えなくても、変えなくても、はい、わかりました。そういう感じでやらせていただきます。さっきなんか前髪を言ってましたよね。あれは前髪を逆にしたい。本当はここでこう分けたいんですけど、はいはい、ちょっと絶望的に似合わなくて、分けたいんだけど似合わない。あれだね、とりあえず矯正みたいにある程度落ち着かしたら逆に分けることもできますよね。できますかね。あとカットラインの問題で、こっちもできてこっちもできるみたいな風に切れば、あのダブルバングじゃないか、リバーシブルみたいな感じにすればいいかもしれないかな。それこそこっちの時と、まあ、とりあえず保険としてこっちの方で、あ、こっちか、今の状態と、あと反対にするときはちょっとなんか雰囲気変えたいなっていうときは反対側でちょっとこうちょっと長めの前髪にするみたいな感じにしたらいいかもしれないかなです。これから、矯正が入るんですけど、モデルさんもともとまあ、ずっと矯正されてる方で、今日は酸性矯正の、まあ、トリートメント感覚でちょっと今日やりたいなと思うんですが、だいたいカットと矯正で1時間半ぐらいかなと思います。時間的には。なので、この後、最長の、お薬はシャンプー台までつけてからアイロン入ってね。はい、では始めます。もうこれで一材は、もうつけ終わりました。でさらっという感じです。でシャンプー台で全部終わって、これからアイロン入ります、ね。はい、バングなんですけど、 あんまりストレートになってこの長さだと、前髪がストレートになっちゃうと変なので、ちょっとカールが欲しいんで、ここはロットをちょっと巻きます。はい、で矯正で前髪をちょっとまっすぐしたくないっていうお客様がいらっしゃるんで、そういう時は、こういう風にやります。ちょっと皆さん見ていただくと、前髪はツイストバング5回転でかけます。はい、ツイストバングアルビニングですね、セットですね。ここで、ビニングをします。痛いかな。でこういう時あるんで、そういう時はちょっとずらしてください、このゴム自体を。はい、でこれは大丈夫。これ痛いですか。痛くないです。大丈夫です。大丈夫です。はい、これです。でこのまま矯正を入っていって、最後にここをアイロン入れるみたいな感じで、僕がこのカールの状態でクリップがラツ化してくれるので、自然放置というような感じでパーマかかります。でこっちはストレート入れていきます。まあノードラインでいこうかなと思ってるんで、これ結構使えるのが、これシャムワウってやつで、外国製なんですけど、結構水分をよく海外のテレビショッピングでワインとかこぼして、これでやると全部きれいになるみたいな、そういう吸収力が強いタオルなんです。タオルみたいなものなんですけど、これで毛髪の水分、表面の水分をちょっと取っていきます。なんか普通のタオルと全然違って、吸収力がちょっと高いので、勝手に結構喋ってるんですけど、
気にしないでください。気持ち悪いかもしれないけど大丈夫ですか。そうそう、これでこう絞ったりすると結構早く乾くので、ある程度乾いたらノードライでいきます。で前髪は多分もう結構乾いてきてるんで、バングを結構早めに入った方がいいかなっていう感じがしますね。はい、このように水分をちょっと取っていきます。まあ、これは海外のサイトとかから買うことが、まあ、日本の代理店サイトでも買えるかなとは思うんですけど、一応海外から買ってます。このようにこうやると髪の表面の水分が取れるんですね。で2つでこうやると結構取れるんですね。なんかこれとオレンジ色のやつがあるんですけど、オレンジ色の方がちょっと厚手でいいかなと思ったんですけど、オレンジの方はあんまり取れないんですよ実は。黄色の方が薄い方が取れるんで、そっちの方がいいと思います。オレンジの方はほんと取れないんでダメですね。グローブとこの指サックをつけていきます。ちょっと取りますね。ちょっとウェットで入る場合はちょっと前髪気をつけていただかないとちょっと危ないかもしれないですね。大丈夫です、ここからは。今、分かったので。大丈夫ですか？大丈夫です。ちょっとびっくりしました。で、毛先はまあ2丁あんまり長くやると痛みやすいので、はい。で、多分2丁でやる場合のポイントとしては、1個がツインブラシの代わりのような感じで使います。まあ、アイロンのプレート部分を加工してもいいですし、まあ、そのツインブラシみたいな感じに使うようにしてもいいですし、ちょっと皆さんそれぞれいろいろあると思うんですけど、はい、振りながら、髪の毛をアイロン内で転がしていきつつ、空気で冷やしていきます。なんか虫ちょっと気になりたい。ごめんなさいね、ちょっとね、それ本当逃げ足早くて何とかチャレンジしたんですけど、結構ダメっぽいんですよね。ちょっと諦めましたもん。カビキラーで、はい、シュッてやるみたい。カビキラー、カビキラーなんか止まってる時とかに、はい、狙ってってやったら、はい、結構な確率でカビキラー結構かけられたらやっぱ結構きつそうですもんね。なんか悪いなと思いながら。そうですね。多分かけられた瞬間びっくりしてますね。なんだこれって。申し訳ない。いや申し訳ないけど、やっぱりでも家とかに出たらちょっと嫌ですよね。そうなんですよ、はい。でもなんかカビキラーをすると机とかが泡とかカビキラーだらけになって。そんなに格闘するんですか。結構頑張ります。キャンプ行けますか？虫いるトイレとか行けますか？無理です。え、無理？無理です。行けない、行けない感じですか？あ、もう無理って感じ。いや、嫌いなんですよね。一番がトンボなんですね。赤トンボです。限定されてるんですね、その時の。トンボよりも赤トンボ。トンボ、あ、なんか針金みたいな足の、あ、あ、そういう、あ、羽がついてる。あ、そういうこと。はいはいはい。あれがもう一番。ああ、分かった分かった。いるいる。あ、あれ、ちょっとね。あ、分かった分かった。はいはい。あれ嫌ですよ。あれは嫌だ。ガバ？いや、ガバも嫌だけど、カトンゴの方が嫌だ。あ、すごい。部屋が心配ですね、その前に。部屋大丈夫だったっすか？水浸しみたいになってる。このスプレーの。そうですよね。その後の掃除が。発注とかは大丈夫ですか？けど、カトンボより、あ、それよりは、はい、このように、
作って空冷をしながらやっていきます。毛先はですね、まあ、ちょっとコーム入れた方がいいんで後でまとめます。だいたいサイド2パネルぐらいでまとめちゃって大丈夫なので、バックはサイドよりもちょっとスライスが僕は厚くしてるんですけど、その分ですね、ちょっと通してる時間は長いと思います。サイドよりもやっぱりちょっとバックの方の毛量がこう多いんで、少しする時間も若干ため気味でやってますね。このぐらいで特に根元側ですけど、毛先は振り幅を大きくして空冷を強くした方がいいと思います。バックはサイドよりもスライスが、ちょっと厚めです。まあ、表面の方はちょっと薄くはするんですけど、僕今日朝コメダコーヒーって言ったんです。知ってます？コメダコーヒーって。わかんない。わかんないですか。結構札幌にも進出してきてて、名古屋とかのコーヒーなんか打ち合わせ行ったんですけど、朝7時に行ったんですよね。トーストはい、朝の7時、ちょっと早かったんですけど、コーヒー頼んだらパンがついてくるんですよ、無料で。 ABC から選べて、 A がパンと卵や、ゆで卵、 B がパンと卵サラダ、 C が、あ、そう、名古屋のあんこ、あんこを食パンに塗って食べるんですよ。なんかそういうのがあって、あるらしくて、バターついてるやつが C。 正解どれでしょう。正解はどれでしょう。 C ですか。全部正解なんですけど今わかんない、適当にクイズになるなと思って。全部それ ABC 選ぶんですよね、はい、であとなんかもう一個、なんかソフトクリームがパンケーキみたいな、パンケーキじゃないですけど、リニッシュにソフトクリームが乗っかってるのが名物らしくて、それもう朝から。でもすごい北海道の人やっぱり珍しいからさ、多分地方だとそんな行かない感じだと思うんだけど、すっごいもう満席ぐらいになんか朝7時からめっちゃ混んでた。7時だよ朝、めっちゃ早いでしょ。ここから、あ、そう、前髪を外します。で、ここで前髪を外すんですけど、ここでちょっとパーマがかかってます。で、他やってる間にこういう風にくるってなるので、ここにアイロンを入れていくんですが、臭いですか。いや、なんかいい匂いします。農地のシャンプーの匂いですね。今日も終わりました。はい、矯正とカット。カットはまあちょっと切ったぐらいですけどね。サラサラになった
と思います。なりましたか？すごい、手触りがいいですか？髪質変わりました。よかった、ありがとうございます。はい、結構、細い髪の毛されてるんで静電気とか起きやすいですし、なんかちょっとダメージ与えちゃうとビビっちゃいそうな毛でもあるので結構怖いなと思いながらやってみたんですが、どうでしたかね。はい、はい、で前髪が、あ、そうそう、今回はポイントは前髪ですね。前髪の方を逆でもまあ一応できるようになったんですけど、矯正の時の前髪のやり方、あれは結構使えるんでぜひ皆さんやってみてください。ということで、ハイヤーファッションのチャンネル、1000動画ぐらいあるんで皆さん遡って見ていただくと何か発見できることがあると思います。コメントとかいただけるとやる気が出ます。では皆さん今日もありがとうございました。じゃあ皆さんありがとうございました。バイバーイ。